パチプロが今勝てると思ってるピーキーベスト5。パチンコに本心が世界進化を与えずした私、今度原田がパチンコに投資する価値観をお伝えするチャンネルです。はい、どうも、今度原田でございます。はい、現在ですね、2021年ですね、の5月11日午後4時1分に撮っております。はい、この時間での最新のパチプロが今勝てると思っているベスト5をお届けしたいと思います。なんかN 国党の立花さんのね、 YouTube の入りみたいになってしまいましたけど、はい、今日もよろしくお願いします。パチンコ業界を動きます。はい、ありがとうございます。というわけで今日はですね、パチプロが今勝てると思っているピーキーに限定してベスト5をお届けしたいと思います。はい、ぜひ皆さんもね、この動画を見て明日以降の立ち回りの選ぶ機種の参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日なんですけど、はい、まず台の選択にあたって、例えばミドル機とかライト機とか、ミドル機とアマジとか2種類あったりする台ありますよね。はい、例えば海とかアマジもありますね。まあ、もうすぐ海ブラックって、まあ、ライトが出るんですけど、はい、それも合わせて1機種とさせてください。 E ホルダーもランキングに入れてます。はい、そんな感じでよろしくお願いします。はい、で、採点基準なんですけど、2つ採点基準を考えました。まず1つ目が技術介入が効くかどうか、はい、で、2点目が店が力を入れるかどうか、はい、これの100点満点の合計でランキングを作成しております。はい、お願いします。はい、という感じなんですけど、まあ、ベスト5と今日はね、番外編でちょっと2機種紹介したかったんで、ね、2機種の紹介と、あとですね、最後ちょっとおまけトークっていうのをね、用意してますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。そんな感じで早速今日いきたいと思います。第5位、はい、ワンワンパラダイスでございますね。はい、ワンワンパラダイス、まずね、1、技術介入を聞く、これが92点。はい、で、店が力を入れるかどうか、これが40点ですね。はい、合計132点です。はい、まあ、ワンワンパラダイスに至りましては、他の動画で一機種の紹介をね、1本撮ってますので、ぜひそちらをチェックしていただければと思うんですが、やっぱりもうすごい神台ですよ。はい、まあ、技術介入に聞くね、ひげりもまあまあ効きますし、まあ、サポート目での効果もありますし、左右振り分け打ちもできると、はい、そういったね、神台でございます。はい、なので、ね、もうね、残150回残ってて15回回るんだったら、言うたら期待値2000円出ます。はい、もう19回回るんだとしたら、もう1日終日分回していい台ですね。はい、ただね、やっぱりね、まあ、最初は結構回る台があったんですけど、もうさすがにお店さんも気づいてますんで、なかなかね、分回れるような、挑戦の台が少ないですね。はい、なのでちょっと、まあ、そこだけはちょっと残念なんですけど、お店がまあ力入れたい機種ではちょっととてもじゃないですけど、ないんですけど、はい、ただまあ相当使える台だよということで、第5位にさせていただきました。第4位、ママキュンソード。はい、ママキュンソード、まず技術が効くかどうか、94点。はい、続きまして、店が力を入れるか、42点、合計136点ですね。はい、というわけでですね、もうこれはまあね、特にアマデジ、ライトとアマデジありますけど、アマデジがまあ使えますね。アマデジが12回、12点いくつがボーダーですね。はい、プロが打って、ひねり打ちで7割、上アタッカーが7割、下アタッカーが2割決まると計算して、サポも、しっかり増えるというふうに、まあ、計算していくと約12ぐらいまで落ちます。こんな台ありえないですね。12ですよ、ボーダー12まで落とせます。はい、しかも通常時もこうあたりしたら右に打ってね、球獲得できたりとかもしますので、もうとんでもない神台ですね。まあ、僕はもうね、はっきり言って今ね、モーキンソードだけ打ちに行けばもう、まあ、ある程度機械進めるんじゃないかなっていう環境下に今います。まあ、相当な台ですね。もうライトでもアマデジでも、特にでもアマデジはもう完璧で、もう本当に最高の台ですね。はい、ぜひ皆さんもチャレンジしていただきたいと、そういうふうに思います。第3位、コードギアス。技術介入が効くかどうか、こちらが85点、店が力を入れるかどうか70点、合計155点ですね。はい、コードギアス、これはね、相当いいですよ。はい、これは結構店が力を入れる可能性もあります。はい、あって、
しかもやっぱりね、これの台のいいところはね、ひねり打ちがまあ効く。まあ効くね。はい。で、小球数多いアタッカーの方がひねりが効きますね。はい。73% ぐらい効くのかな。はい。で、まあ、ちょっと、小球数が少ない方は、まあ、68% ぐらい、まあ、まあ、大体まあ、70% ぐらいは、ひねりが決まると。はい。で、まあ、V アタッカーの時以外は、基本的には、もうね、ひねり打ちはね、弱、強、強とかじゃなくて、弱、強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 で OK。で、数数えて、また弱、強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 で、打てば OK です。はい。ひねり打ちも相当効く。うん。で、ステージ性能がいいね。やっぱりね、三強さんの台はね、ステージ性能いい台が多い。はい。なのでね、通常時もしっかりステージ止めしつつ。で、まあ、僕はですけど、保留先読み厚モードで言ってますね。はい。それが一番最速察知できるかなと思います。もう保留先読みで厚いわけから止めると。はい。いう感じで、打っていると。はい。いう感じですね。しかも演出も面白いね、この台ね。まあ、そこはあんまり今回のテーマに関係ないですけど、演出面白いですね。コード系ですね。僕見たことないですけど、アニメ。はい。見た方がいいですかね。ちょっと見たいなとは思いますけど。はい。そんな感じが、で、コード系が第3位でございました。はい。続きまして、第2位。大工の源さん、超イカ天。はい。こちら点数が、技術介入効くかどうか72点。店が力を入れるかどうかが90点。合計162点でございます。はい。まずね、僕ね、ちょっと謝んなきゃいけないんですけど、大工の源さんね、つい、1ヶ月、2ヶ月くらい前までかな。ね、使えない台だと僕ね、思ってたんですよ。はい。っていうのも、なぜかというと、僕のちょっと周りの人のね、上手い人が、これ技術介入全然効かない台だよっていうふうに言ってたんですね。はい。だから、あ、そうなんだっていうのを僕、鵜呑みにしちゃってまして、まあ、それ良くないですね。はい。鵜呑みにしちゃって、ちょっと敬遠してたんですよね。だから、あんまりね、触ってきてなかったんですよ、今まで。ピークの時も。はい。ただ、この間ね、ライトが出た時に、まあ、打って、え、これひねりめっちゃ効くじゃんと。もちろんゲージはライトと緑一緒ですよ。はい。ひねりめっちゃ効くじゃんと。その時に、やっと気づいたんですよ。大工の源さんの良さを。はい。まあもちろん、消化スピードが速い。通常時も、ラッシュ中も速い。たくさん回せるということは知ってたんですけど、え、こんな回る、ひねり値決まる台なのと。はい。いうふうに、そこでやっと気づいたんですよ。もうね、気づくのが遅かった。時間かかった。はい。で、やっぱり、今ね、大工の源さんがね、一番ね、お店が釘開けてくれる可能性が高い台が大工の源さんだと思いますよ。はい。やっぱりね、これからね、北斗無双とか漆黒とかメイン機種となるものが外されてきますね。検定が消えます。検定が消えて、じゃあ今後どの台に力を入れていきたいのかと。なったら、やっぱり大工の源さんが変わる機種だと思うんですよね。だから、大工の源さんは店も力を入れるし、意外と冷えにも結構効くと。はい。で、もう弱、これもね、コードキャスト同様、弱、強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 でいいと思います。はい、そんな感じで、冷えの打ち、決まります。はい。で、これの台の攻略ポイントなんですけど、やっぱりね、この台ね、ステージ性能がいいです。はい。だから、ステージからの認証が多いです。だから、まあね、ステージ上でしっかりやるっていうのはもうもちろん大事なんですけど、結構回っちゃう台なので、まあ、ボーダーもちょっと高いしね。はい。なので、まあ、僕他の動画で通常時の力っていうので、保留3度目なんかするなという動画上げてますけど、まあ、その動画で 2.8 止めしろって言ってるんですよね。保留2で、よりから右に行ったら止めろと。はい。まあまあ、でも 2.6 止めくらいがいいと思いますね。はい。だからね、もう結構4からオーバー認証したんですよ。しっかり止め打ちしてないと。はい。なので、しっかりステージ止めとか、あとは、保留4からの入賞をできるだけ減らすように努力していただきたいな、というところですね。はい。あとは、やっぱりステージ性能がいいので、これね、ステージの癖によって、ステージからの入賞率は全然違う。はい。だから、結構普段行く店では、ステージからの入賞しやすい、出来のいい、ステージ癖のいい台をぜひ探しておいていただいて、で、イベント2とかになって、釘が開いてたら、ステージ癖のいい台を打つ。っていう立ち回りがいいかなと、はい、思ってます。はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います。第1位、大海物語スペシャル 4! はい、ありがとうございます。はい、こちらの点数が、1、技術介入が効くかどうかが78点。店が力を入れるかどうかが85点。合計163点でございます。はい、まあ、大工の源さん比べたら1点差でね、勝ちましたね。大海4がね。これなぜ、
いいか、もう言わずもがな気がしますけどね。僕他の動画でもね、あの海を制するのはパチンコを制するってことで、ね、技術会議とかね、攻略の仕方いろいろお伝えしますんで、よかったらそちらもご覧ください。はい、やっぱりなぜがいいかっていうとね、やっぱり海当然ですけど、やっぱりねたくさん回せますね。はい、でこれもやっぱりね、緑とアマデジなんですけど、緑よりアマデジの方がやっぱり使えますよ。うん、まあそうですね。はい、そっちの方がね、あのまあユータイムの恩恵でかいしね、はい、結構、僕は使えるかなと思っております。はい、まあ海やっぱり、ね、たくさん回せるっていうのもいいし、結構ねユータイムまでの残が少ない台がボンボン落ちてる。これ皆さん多分共感してくれる方多くないですかね。はい、やっぱりね、海打ってる方はね、まあこういう言い方良くないかもしれないですけど、やっぱりご年齢高い方が打ってますので、結構ねリュータイムね、深いところでやめていく方が多いですよね。はい、とか前日からの、当日も何回か回してっていう感じで、リュータイム残り結構少ないのでひどいたりとかしますね。で技術会議もまあそこそこあると、はい、ちゃんと止め打ちなりね、ひねりなりねしてね、多く取れると、はい、いうことでね、やっぱり海でね、海ね、ミドルはね、ユータイム350つくんですけど、それをね軽視してる方は 多いんですけど、いやめちゃくちゃでかいと思いますよ。はい、だからねもうね、まあまあまあ解禁数によりますけど、まあ残400ぐらい、まあ、あの550回回してる台あればもう余裕で打ちますね。はい、まあ解禁数によりますけど、はい、そんな感じでございました。はい、ありがとうございます。というわけでここから番外編、番外で、2機種紹介したいと思います。ちょっと休憩させてくださいね。はい。僕ね、ちょっとね、ロフト部分で撮ってるんですけど、ロフト部分がね、もう暑い時期になりましたね。暑い。クーラー入れてもあんまり風来ないし、で、窓を開けたら開けたで、うるさいんで、撮影した時は閉めなきゃいけないんで、ちょっと暑いです。はい、そんな感じで。番外編いきたいと思います。2機種紹介したいと思います。1つ、ブブブでございます。タイトルも知ったバルブレイブですかね、バルブレイブでございます。これね、僕1回しか当たってないんで、まだ正直よくわかんないんですけど、結構コードリアスに近い台な気がします。はい、でひねりもおそらく7割決まると思いますね。で、まあ、コードリアスもやっぱり3キロで、ステージ性能がいいので、ステージ性能がこのブブブもいいです。同じようなステージ性能だと思います。はい、でひねりのやつも、まあ、ほぼ同じような感じですね。はい、なのであとは店が力を入れてくれるかどうか、まあ、コードリアスと変わらないようなスペックになってるんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。ただまあぶっちゃけ僕は、まあ、そこまで打ち込んでないのでまだこのねブブブが分かってないんですけど、コードリアスの方が演出は面白いな気がしてますね。はい、そんな感じでございます。はい、というわけでもう1機種紹介したいと思います。もう1機種がギンギラパラダイスでございます。はい、ありがとうございます。はい、こちらですね、こちらもまだ1回しか僕当たってないので、まあまだ何とも言えないところではあるのですが、やっぱりね、まあ海みたいな感じで消化スピードも速いですし、意外とねなんか釘の割に結構回る印象がありますね。はい、で店が力を入れる可能性もある台だというところですね。はい、あとで海では珍しくひねり打ちができると、右打ちなんで私は。はい、ただ、ね、初来のシンフォギアみたいな感じでアタッカーが下にあるので、ちょっとねパンクは気をつけて、はい、打っていただきたいと思います。何個入るなって予想した上で打つみたいなね、打ち方変えていただいたりとかしていただいて、はい、で多分左右振り分け打ちも大当たり中にできるんじゃないかなっていう気がします。はい、僕まだね無限をかあの経験してないですよ。テンサブいくつだっけ、なんかたくさん1000だか1万だかある無限がめちゃくちゃ消化スピード速かったら左右振り分け打ちできないんで、ちょっとなんとも言えないですけど、おそらく大当たり中に左右振り分け打ちできるかなと。アタッカーに球を入れつつそこにも溜めるという打ち方ができる。で ホールも力を入れる可能性がある台なので、リンクやパラダイスも、はい、ワンチャンあるかなと思います。はい、というわけで以上でございます。はい、というわけで今日はねベスト5と2000ですね。はい、紹介させていただきました。ぜひ皆さんね、この台使えるとかね。はい。これから出る台で、これは注目してるよとかあれば、コメントに残していただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということでね、この後、まあ一応おまけ動画ありますけど、はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
け動画です。はい、おまけ動画は何かと言いますかね、今日ベスト5発表したんですけど、これね、ランキングつけるにあたって僕が、まあ、技術介入が効くかっていうのと店が力を入れるかっていうので点数にしましたよね。はい、なので仕方なくこの5位から1位までの結果になったんですけど、本当は違うんですよ。本当は僕が使いたいと思ってたランキングは違うんですよ。この点数、この項目に当てはめちゃったがためにこのベスト5になっちゃっただけで、はい、本当のランキングを言うと5位がコードギアス、第4位がダイエットのゲンさん、第3位が大海、第2位がワンパラ、第1位がモモキンソード。もう間違いなくモモキンソードが一番使える。はい、ただね、店が力を入れるかどうかで点数がめちゃくちゃ下がっちゃったから、仕方なくこのランキングになってしまいましたと、はい、いう感じで、まあそこまで店が力入れない統制でも、はい、勝てます。モモキンソード、もうしゃぶり尽くしてください皆さん。もう本当にこんなね、モモキンソードにしかり、ワンパラにしかり、こんなボーダー低く打てるのかと。まあ、技術介入もありきの当然前提なんですけど、はい、技術介入 つけていただいて打ち倒していただければなと思います。はい、以上でございます。ありがとうございました。